歴史的瞬間、ついに地上波共演。新地図、With Music 出演で見えた、テレビとジャニーズの未来予想図。ネットがざわつく、With Music で新旧ジャニー共演に見え隠れする、テレビ局側の本音やめジャゃに、新しい地図ナンバーアンダーライン愛と、スーパーエイトウエストの共演は何を暗示するのか。9月7日夜、音楽番組、With Music 日本テレビ系の最後で、 次回14日放送の出演者が発表され、ネット上はファンたちを中心に盛り上がりました。写真新しい地図としては初めて地上波の音楽番組に出演するも、リラックスした様子の3人。予告されたのは、3人での音楽番組は初出演となる新しい地図。草薙剛、稲垣五郎、香取慎吾、スーパー8、Q グループ名、関ジャニエイトウエスト、Q、ジャニーズウエストの3組。 さらにホームページではナンバーアンダーラインアイ、元キングプリンスのメンバー平野翔、神宮寺雄太、ガン雄太の出演も発表されました。新しい地図の3人は SMAP が解散した2016年12月31日から8年弱の時が過ぎて、ようやくテレビの音楽番組に出演。デビュー20周年のスーパーエイ8とデビュー10周年のウエストンはスペシャルコラボ。 ナンバーアンダーラインアイは新曲を披露することが明かされています。この4組はすべて旧ジャニーズ事務所に所属していましたが、現在の所属先はスーパー A と、ウエストが旧ジャニの運営を引き継いだスタートエンターテイメント、独立した新しい地図がキュリエン、ナンバーアンダーラインアイが飛べ、3つに分かれながらも同じ番組に出演することが驚きをもって報じられました。以前では考えられなかったキャスティングであり、 あえて同じ放送回に偏らせたとも思える起用には思惑があるのか昨年9月に旧ジャニーズ事務所が性加害騒動の謝罪会見を行ってから1年間の変化を確認する意味も含め今回の同時出演を掘り下げていきます同時出演であって共演ではない長年各局のテレビマンだけでなく映像制作会社芸能事務所関係者広告代理店のテレビ局担当テレビ誌編集者 芸能記者など、多くの関係者と話をしてきましたが、やはりテレビ局と旧ジャニーズ事務所の間には、小取引における圧力や忖度のようなものがありました。何より、筆者自身がテレビ局や出版社と仕事をする際にも何度かその影響を受けた経験があり、改めてこれを、なかったとすることには無理があります。これまでライバルになりうる他事務所のタレントとの共演も避けていたくらいですから、独立したタレントとの共演などもってのほか。 それ以前に、彼らを起用するならうちのタレントは引き上げる、というニュアンスでプレッシャーがあったという話を数えきれないほど聞いてきました。それだけに今回の同時出演は画期的なものに見えますが、実質的な共演かといえば疑問符がつきます。WithMusic は、ムシーの宇働由美子さんとアーティストナビゲーターの松下光平さんがアーティストを一組ずつ招く構成の音楽番組。MusicStation テレビ朝日系のようにアーティストが一堂に会したり、ワイプでリアクションを映したりというシーンはほぼありません。また、CDTV ライブ、ライブ、TBS 系のような生放送も少ないため、サプライズでの共演なども期待しづらいところがあります。つまり、ファンも業界関係者も、予告されている同じ事務所のスーパーエイトと OS と以外は実質的な共演はせず、 新しい地図とナンバーアンダーライン愛がトークを交わすシーンなどもないだろうというのが現実的なところ。ネット上を見ても、絡みなんてないだろうしあれる必要もないかと思うなどの冷静なコメントが目立ちます。他局の様子を見つつ慎重に進めたい。ただそれでも、同じ番組に出ることは初めてで忖度をなくす第一歩、もう事務所のことなど関係なくこうやって普通に共演できるのが良いなどの前向きな声は多く、同時出演に止まっても、 その意義が大きいことは間違いないでしょう。これまで旧ジャニーズ事務所に限らず、大手芸能事務所を対象独立したタレントは活動の場を制限されるなどの厳しい扱いに悩まされていました。筆者自身、テレビには出られないから、ライブ、舞台、営業などで地道にやっていくしかないという苦労話を何度も聞いたことがあったのです。そんな時代錯誤な悪しき召習感がこの1年で改善されているのは間違いないでしょう。 ただ、改善のスピード感は遅く、まだまだ不十分。同時出演ではなく、パフォーマンスやトークでの共演を見せてこそ、圧力や忖度というネガティブなイメージを完全に払拭できるだけにもどかしさを感じさせられます。このところ関係者を取材していて感じるのは、日本テレビに限らず各局ともに、様子を見ながら、少しずつ共演を解禁していくという慎重なスタンスをとっていること。スタートエンターテイメントが、 圧力はかけない、忖度は無用という姿勢を明かしても、SnowMan などの視聴率、配信再生数、スポンサー獲得に直結する人気若手グループを抱えているため、他局の様子も見ながら慎重にことを進めたいという様子がうかがえます。そしてテレビ局が慎重なスタンスをとっているもう一つの理由は、特定グループの一部ファンによる誹謗中傷や、ファン同士のいさかいに巻き込まれたくないから。例えば、 解散したグループのメンバーが音楽番組で共演したら、互いのファンが本人たちに厳しい言葉をぶつけたり、推しの扱いがあっちより悪いなぜこんな共演を企画したのかなどと制作サイドを批判したりなどのリスクを避けたいようなのです。鍵を握るタレントとファンの声、それでもマーケティングの精度に定評のある日本テレビなら、物足りない、本当の共演が見たいという声が多く。 コア層主に13から49歳の個人視聴率獲得が期待できれば、それを実現させる可能性はあるでしょう。テレビ局にしてみれば、数字が取れて、好感度が上がって、リスクが低ければ申し分ないだけに、タレント本人とファンが自らポジティブな声を上げることで、実現に近づいていくかもしれません。もともと、芸能人はイメージを売る商売とも言われるだけに、ビジネスを進めるという意味で、 タレレント自らテレビ局に共演を持ちかけてもいいでしょう。例えば、解散したけど互いをリスペクトしている良い意味で競い合っていくために共演したいというニュアンスが視聴者に伝わって、その結果、好感度や視聴率が上がれば、タレント、ファン、テレビ局の三者がウィンウィンウィンの関係性になれそうです。これは音楽番組に限らず、バラエティドラマ、情報番組なども同様。独立した中居正広さんが MC を務める、 誰かフジテレビ系に、スタートエンターテインメントの後輩堂本光一さん、佐藤勝利さん、山田涼介さんが出演したように、明らかにこの1年でそのハードルは下がっています。まだ、MC として業界トップの中井さんは特別だから、という段階ではあるものの、事務所の垣根を越えた共演を進めるチャンスであることは間違いありません。特にスタートエンターテインメントと新しい地図や戸部との共演は、 過去との差が大きく、注目度が高い今こそ大きなチャンス。テレビ局としても話題性があって視聴率や配信再生数が期待できる上に、無用な忖度はしないというメッセージを伝えられるだけに、彼らの共演を進めるほど局全体のイメージは良くなっていくでしょう。一つ理想を挙げるとしたら、ジャンルこそは違うものの、2014年3月31日に放送された、笑っていいとも。 グランドフィナーレ感謝の超特大号フジテレビ系。タモリさん、アカシアさんまさん、トンネルズ、ダウンタウン、ウッチャンナンチャン、爆笑問題、ナインティナインなどが共演したときのようなサプライズを伴う楽しげなムードの共演は歓迎されるでしょう。事前予告しての、ついに共演もいいのですが、予告なしの、まさかの共演の方が目先の数字だけでなく。 長きにわたって称えられるブランドイメージのアップにつながる可能性大。それこそ新しい地図の3人とソロアーティスト活動中の木村拓哉さんがサプライズ共演したら、いいとも、以来のインパクトを与えられるかもしれません。現在のニーズがリアルに問われる。やや話が飛躍した感もあるので、現実的な業界内の動きを2つ挙げておきましょう。新しい地図の3人が音楽番組に揃って出演することで、 急浮上しているののは他番組への出演まず音楽番組では、特に3人が信仰の深いタモリさんが MC を務める、ミュージックステーションへの出演を望む声が多数見られます。もちろん音楽番組だけでなく、かつてのように民放のバラエティや情報番組にも出てほしいという声も少なくありません。現在3人は NHK で、悪い子集まれという教育バラエティにレギュラー出演し、 スマ,ップスマップ関西テレビ・フジテレビ系時代を彷彿させるコントを披露していますし、配信番組などで見せるトーク力も含め、3人のスキルは錆びついていないように見えます。しかし、業界内の圧力や忖度が改善されつつあることが意味するのは、フェアな競争になったことで現在のニーズが問われるというシビアな現実。アイドルやアーティストの世代交代やグローバル化が進む中、現在彼らがどれくらいの影響力を持っているのか。 それは新しい地図の3人だけでなく、スターとエンターテインメントや飛べ、ひいては他のアイドルやアーティストも同様であり、今年の年末から来年の上半期にかけて進化が問われる形になっていくでしょう。新しい地図には、今更もういいナンバーアンダーライン愛には、裏切ったなどの否定的な声もある中、それをどんなパフォーマンスで覆していくのか期待したいところです。引かずみなスタンスの日本テレビ。 最後にもう一つ挙げておきたいのは、日本テレビの日和みなスタンスへの賛否。日本テレビは、w i ミ m u s i c で4組を同時出演させるなど、忖度から一歩抜け出したような印象を与える一方、他番組の起用を見ていると、どちらつかずで煮えきらないようなスタンスがうかがえます。8月31日9月1日の24時間テレビでは、20年以上にわたって旧ジャニーズのタレントが務め続けてきた、 メインパーソナリティというポストを廃止、スタートエンターテインメントに所属またはエージェント契約をしているタレントは相葉雅紀さん、増田貴久さん、高橋海人さんの出演に止める一方で、香取慎吾さんと草薙剛さんを24時間テレビスペシャルドラマに起用するなど、これまでからの変化を見せました。しかし、9月10日放送の第44回全国高等学校クイズ選手権では、スタートエンターテインメントの SixTONES をパーソナリティに起用。 かまいたち、指原里乃さん、石川みなみアナウンサーなど、それ以外のメンバーは、超無敵クラスの出演者で締められていただけに不自然さを訴える声が上がっていました。このところ同番組は坂道グループが6年、クイズノックが2年出演していただけに、たびたび、日テレが忖度で、24時間テレビの穴埋めをしたのでは、と疑う声すらあったのです。